今回は美味しく作れる肉じゃがの作り方を紹介します。だしも水も不要で、合わせた調味料を入れて煮るだけなので簡単なのに美味しく作れます。だから味をしっかりと染みさせるために長時間煮込んで煮崩れしたりする失敗もほぼありません。水を入れずに野菜から出た水分で煮込むので、肉と野菜から出た旨味が凝縮され美味しくできます。それでは作っていきましょう。まずは野菜を用意します。じゃがいも5個に玉ねぎ1個、人参1/2本、いんげんを10本用意しました。じゃがいもは新じゃがなので皮はスプーンなどで削ってむきました。じゃがいもは品種などによって異なります。なるべく皮は薄くむくと旨味や栄養が失われません。しかし皮に青い部分がある場合や目に毒があるため、しっかりと取り除きましょう。じゃがいもは一口大の大きさにカットしていきます。だいたい中くらいの大きさなら4等分にするとちょうどいいです。じゃがいもが切れたら水につけて余分なでんぷんとアク抜きをしておきます。玉ねぎは半分にしてからくし切りにカットします。表面に薄皮が残っている場合は口に残るので取り除きます。大きさや厚さはお好みのサイズでカットしてください。人参は乱切りにします。人参は皮を剥かずによく洗い、そのままカットします。人参の皮には β カロチンが実の部分に比べ 2.5 倍も多く含まれています。人参は両端を切り落とし半分にカットします。人参は下茹でして最後に彩りとして乗せます。これで野菜の準備ができました。多めに作りたければもう少し材料を増やしても大丈夫です。肉は豚バラ肉の薄切りを 250g 用意しました。お好みで牛肉に変えても問題ありません。調味料を量って用意しておきます。砂糖 30g、 醤油 60g、 日本酒 90g を用意します。鍋にごま油を大さじ1入れて豚肉を炒めます。豚肉は煮ると縮むのでカットしないで入れていますが、長く感じるなら半分にカットしてから炒めてください。豚肉は赤いところがなくなるまで焼くようにして炒めます。火は強火にし、鍋を浮かしたり振ったりせずに肉を焼き付けるようにして炒めます。鍋やフライパンの温度を下げてしまうと肉から水分や旨味が出てしまいます。肉の全体が白くなったら一旦取り出します。その肉から出た油を使い、人参と玉ねぎを炒めます。
人参と玉ねぎの表面に油がしっかりと回ったら、しっかりと水切りしたじゃがいもを入れ炒めます。日本酒を入れます。砂糖を入れます。豚肉を鍋に戻します。醤油も入れます。調味料は全部合わせておき、一度に入れても問題ないです。あとはそのまま弱火にして煮るだけです。中華鍋だと煮づらいので鍋を変えます。今度は野菜から水分を出すため弱火にして煮ていきます。蓋をしてコトコトと対流が起こる火加減にして煮ていきます。5分ぐらいしてのこの様子です。野菜からたくさんの水分が出てきています。水は一切入れていません。このまま蓋をしてコトコトと煮ていきます。15分くらいしたら鍋の中を混ぜて均等に煮えるように混ぜ合わせます。この時箸などで混ぜると煮崩れする可能性があるので、一度他の鍋などに入れて容器を一気に返すと簡単です。じゃがいもの種類や大きさによりますが、30分ぐらいで煮えてきます。じゃがいもに箸や竹串を刺して火の通りを確認します。このように簡単に箸が刺されるようになれば出来上がりです。そうしたら火を止めて10分以上寝かしておきます。煮物の基本は冷まして味を染み込ませますが、水なしで煮ているので短時間で味が染みます。あとは皿に盛り付けて完成です。水なしで作っているので調味料と材料の旨味と水分が絡まり、じゃがいもが輝いています。面取りなしでも煮崩れしないでゴロゴロとした存在感のしっかりとしたじゃがいもに仕上がっています。肉にもしっかりと甘辛のタレが絡んでいるのでご飯に合うのは間違いなしですよ。彩りに茹でたいんげんを散らして出来上がりです。今回は家庭料理の肉じゃがの作り方を紹介しました。
水なしで作ることで素材から出る旨味や水分をたっぷりと生かすことができるので美味しくなることは間違いなしですよ。詳しいレシピはブログにも書いていますので、そちらを見てみてください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介します。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。それでは失礼いたします。